古川俊平は、幕末から明治時代に存在した写真家で、日本人が、日本人を撮影した、日本初の商業銀版写真師とされる。1834年4月、福岡藩士、都市の子として生まれた。藩主、黒田長博は、薩摩藩の島津成明と同じように西洋諸科学の導入に力を入れた。1856年超薄は、 古川俊平を長崎留学させ、ダゲレオタイプと乱象を与え、銀版写真研究を命じた。乱人、ヤンカレル・ファンデンブルークが長崎海軍練習所で写真術の教鞭を取ったが、言語の問題があった。翌年、藩主を撮影し、二個の藩神像を得て、長薄港に立て祀る。と電気にあり、日本人が日本人によって撮影された。 最初の銀版写真記録はあるが、確認できる、成果物の発見はない。しかし、蘭学者、河本美幸民、三栗周平から範囲竹山区定の書簡中、古川俊平の写真術は、妖精に譲らずと評価した。この二人は、当時西洋技術の学識経験者であった。百五十七年、古川俊平は、福岡派江戸屋敷前霞が関で、 藩主の留学前記念写真を撮影。1858年、黒田蝶臼は、長崎海軍練習書遺憾、ヨハネス・ポンペ・ファン・メーデル・フォールトから、金属板の代わりに、ガラス板を使って、ネガ板を作る、写真術、湿式コロジオン法についての知識を得て、前田玄造に、出版写真研究を命じた。1859年、福岡城内に、 生味館付属写真室と博多の中川支流の貸しの精錬所内に写真研究所を設け古川俊平に主催させた銀版写真は科学ばかりでなく金属加工技術も必要であり研究を継続していたと考えられるが廃藩とともに成果品を残すことなく終了1860年商業写真誌であるピエール・ロシエは古川俊平に 写真術を教え、レンズ、薬品などの写真機材一識を譲った。古川俊平は、ロシエの日本における一番弟子と、成果のから評価できる。イギリスの写真史研究家、テリー・ベネットにより、ピエール・ロシエの極東での活動、すなわち、石版画で、東洋文化を西洋に紹介する、伝道師であり、日本商業写真史の実務上の指導者でもあったことが、 明らかにされた。黒田長弘の後を継いだ、息子、黒田長近は、大乗観察偽殺偽造事件で地判事を免職。黒田家支配は終わり、清錬所内の写真研究所も閉鎖。古川俊平も、また偽殺偽造に関わったとして逮捕される。その後、釈放されたが、この時、黒田長弘より、写真機材一式を譲り受け、 筑前博多東中須に古川写真館を開業した小学館編日本写真全集一写真の幕開け P148 神奈川新聞社神奈い出版編写真集明治の横浜東京1994年 P134 小沢武史編幕末写真の時代筑区間学芸文庫1989年 P2 朝日新聞社編エピソードで綴る写真150年カメラ面白物語朝日新聞社1988年 P6 大熊朝次郎著松下直美外籍幕末福岡汎栄港の先区第一冊1929年 P5 小沢武史編幕末写真の時代筑区学芸文庫1994年 P134 小沢武志幕末明治の写真千区学芸文庫二千四年 P29 東京都写真美術館北海道立函館美術館編写真トライの頃株式会社急流堂、千九百九十七 p50http コロンスラッシュスラッシュ www.old-japan.co.uk スラッシュアーティクルラシア html 小沢武氏幕末明治の写真地区学芸文庫2004年 p29 福岡市博物館ほか博多の写真館物語展幕末から始まる 博多の写真館が物語2011.1215から2012.0115ありがとうございます。